では、えー、スポンサー公演3代目あの、スポンサー公演の部としては、あの前半はあの最後になります。えー、では、えー、続いての公演ですけれどもあの、山崎さん、えー、お待たせいたしました、えー、MySQL、えー、コミュニティーチームということで、あのオラクル、えー、コ,コーポレーションの所属になりますが、えー、山崎義明さんから、えー、表題の,です、ね、あのタイトル、えー、早速発表いただきたいと思います。山崎さん、よろしくお願いします。 はいよろしくお願いします。音声聞こえてますでしょうか。音声聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。あ大丈夫ですね画面も見えてますかはい、問題ありませんあ。ありがとうございます。はいでは発表を始めさせていただきます。えー、本日ですね、えー、MySQL の ST インターセブスの実行速度が改善された話と、 マイナスケールデータベースサービスを使う方法というですね、ちょっともうタイトルに内容を含めてしまっている感じのです、ね、発表なんですけども、発表していきたいと思います。はい、えー、ちょっとこちら、オラクル社のプレゼンの面積事項になってるんですけど、テンプレートになってますんで、ご了承ください。 はいでえっと今日の発表は、ですねマイ、えっと、SQL で、えっと、どんなふうに GIS 機能を使えるかみたいな話は、えっと、ちょっと割愛してます。こ,、えー、こういう話はです、ね、あの昨年放送で、f o ー s 4 g でいろいろと発表をさせていただいてで、その資料を公開してますので、マ、え、イ、っと、SQL で GIS 系の機能、どんなの使えるのかなとか、ですね、えっと、そういったところをですねちょっと確認したいという方は、ですねこの辺の資料。 参考にしていただければと思います。で、FOS4G で発表した以外にも、えっと、もう一つですね、このマイスケール 8.0GIS 機能チュートリアルという資料も公開しています。で、えっと、こちら,、はい、こちらが、えっと、まずホ o s 4 g ですね、一番直近新潟で発表した時の資料とか、あと、えっと、その後ですね、昨年12月に、えー、マイスケールテクノロジーカフェというですね、これはあのオラクル社であの主催しているあのエンジニア向けの えー、夜間のイベントだったんですけども、えー、こちらでもですねあのこんな風に使えますよっていうですねチュートリアル をちょっとまとめた資料がありますので、こちら参考にしてください。で、この資料の中であのリンクも載せてるんですけど、えっと、私の、えっと、GitHub のページですね。はいえー、ちょっとそんなあの数はそんなに多くはないんですけども、GIS 機能のチュートリアルとしてですね、ジオメトリーのデータをこう、えー、保持してみるやり方ですね、テーブル、ジオメトリーのデータ型を作って、データを入れてみる。 でえっと、マイスケールにはマイスケールワークベンチというマイスケールデータベースにはですねあのマイスケールワークベンチという GI ツールがあるんですけどそこからデータを可視化することもできるんでその辺ですね、えー、やり方とかを載せたりとか、えー、SRID を指定してですねあのデータを格納することもマイスケールデータベースでできますんで、ね、そういう時にどうやってテーブル作ってどうやってデータを入れるかとか。 あとは、えっと、スペシャル関数と言われるですね、いろんな便利な関数があるので、それの使用例として、SC ディスタンスという関数を使って、えー、2地点のですね、えー、距離を求めるような、でそれを、えっと、メートル表記で、えー、表すような、ですねそういったあのサンプルなんかを載せてますのでこ、えー、この辺ですね、どんなことができるかということは、こちらを参考にしてください。で、はい。 えっと、今日伝えたいことをですね、三つですね、タイトルに含めていたこと以外に、もう一つ3番が追加されています。一、えー、つ目ですね、この ST インターセク s っていいうあの関数がが遅いバグが修正されましたよとで、これはあの昨年あのこの FOS4G で発表させていただいたときにちょっと注意事項として挙げていてあの課題だった点なんですが、えー、この問題が修正されてます。で、えー、また MySQL Database Service というです、ね、あのサービスを新しくリリースしました。で、こちらを使っていただくと,、えー、と MySQL ですね、MySQL で GIS の機能を使えますよって今までご紹介させていただきま してていいただいてるんですマイエスケールの環境を作ることとかにですね慣れられていない方もあのいらっしゃるかなと思いますが、えっと、こちらのクラウドのサービスとなってまして、えー、こちらご利用いただければ、まあ、簡単にマイエスケールデータベースの環境を作れますよということでそこをご紹介したいなと。でえー、また、えーと、シェイプファイルをですねあのデーマイエスケールデータベースに取り込みたいというときにあの昨年放送時では えー、g d a l の OGR2OGR ていうコマンドを使って、こんなふうにやれば取り込めますよっていうのをご紹介させていただいたんですが、えっと、それ以外にですね、えー、宮内さんがですね s h a p e t o m y s c a l e というツールを作ってくださいまして、で今日の一般発表 A の6でも、ですねあのここの、うん、関連する発表もありますので、えー、こちらを使って Shape、ね、ファイルを取り込めるようにもなっています。はい で、それぞれもう少し詳しくですけども、えー、まず s t i n t e r s e c t ですね、これが遅いというバグが修正されましたよということで、これですね、あの去年の発表資料から引用してますが、えー、この s t i n t e r s e c t とか stoverlaps ーーというですねあの関数の実行速度が非常に遅いという問題が発覚していて、バグ登録をしてあの調査中だったんですけども、こちらがですね、 というあのマイナーバージョンですね。マイナーバージョン、今は大体あの年に4回マイナーバージョンをリリースしてるんですけども、えー、2つ前のマイナーバージョン、今一番最新が8.0.22。 なんですけども、その2つ前の8.0.20でですね、この問題が修正されてますので、今は stintersects とか stoverlaps ーーとかですね、こういう関数も早く動作するようになってます。パフォーマンスよく実行できますので、ぜひ試していただければと思います。それぞれですね、2つのジオミトリーが空間的に交差しているのか、重なり合っているのかとかをですね判定する関数となっています。 で次に、マイスケールデータベースサービスを使えば、マイスケール環境を簡単に構築、運用可能ということなんですけども、えっと、こちらですね、あのオラクルクラウドインフラストラクチャーという、ですねあのオラクル社が提供しているパブリッククラウドが今あります。ちょっと後発なので、だいぶ認知度低いんですけども、あの今、頑張って、ですねオラクル社全体としては、このオラクルクラウド、かなり力を入れてます。 で特徴としては、この MySQL を開発している開発ベンダーって、今、オラクル社ですので、このオラクル社が MySQL のです、ね、データベース、アザーサービスを提供していて、オンプレミスの MySQL と100%の互換性が保たれてますよと。 でさらに、このマイナスケールのです、ね、最新バージョン8をベースに構築されてまして、今、サービス利用すると、ね、8.0.22というです、ね、あの一番最近、最新のマイナーバージョンでさあのインスタンスが作られるようになってますので、このマイナスケールの GIS 機能も利用できます。先ほどご案内したバグも修正されたバージョンで使えます。はい、でさらに安いですよと。 他社さんが提供しているマイナスケールベースのですね、あのマネージドのサービスよりも3分の1ぐらいのですね、あの価格で利用できるというですね、ところもあります。まあ、後発なんでだいぶですね、あのこの辺頑張った価格設定になっているようです。 ようですちょっと他人事みたいですね頑張ってます。はいで、えー、とそもそもオラクルクラウド自体の認知度低いんで、あれなんですけども、えーと、非常にコストパフォーマンス高いあのパブリッククラウド環境となってまして、今日このですね、あのスフ時でも使ってる Zoom ありますけども、Zoom もですね、このコロナ禍で、えー、ユーザー数が急増した時に、えー、あのにも、えー、ともと AWS とかも使われてたんですけども、えー、そこのユーザー数急増のところでですね、あのコスト パフォーマンスのいい環境ということで、オラクルクラウドを採用したりしてます。この辺ですね、オラクル社の、えー、ニュースリリースとかにもなっております。というところで注目も集めたりしてます。で、えー、さらにですね、このオラクルクラウドに AlwaysFree というあのサービスありまして、えー、いつまでも常時無料であの、これだけのリソース使えますよみたいなですね、えー、そういったものがあります。 でちょっと残念ながらですね、このマイスケールデータベースサービスは現状、この AlwaysFree の対象外なので、お金がかかってしまうんですけど、この AlwaysFree のです、ね、アカウントを作ると、最初に300ドルの クレジットついてますんで、このクレジットでマイスケ l データベースサービスを触っていただくこともできますので、えー、とりあえずあの1回無料で試してみようっていうですね、えーであの、30日間有効なクレジットになってますんで、えーまあ、約1か月ですねあの、とりあえず試していただくこともできますので、えー、ぜひですね、お待ちしていただければと思います。で、えー、とまたですね、えー、とはい。 このトライアルのアカウントをお得に作成する方法ということで、マイエスケール関連のウェブセミナーとか、あとはオラクル社としてオラクルコードナイトというですねくくりであの技術系のイベントをいろいろやってるんですけども、これらに参加いただくと、あの通常ですね、この、えー、AlwaysFree のアカウントを作るときにクレジットカード情報を登録しないといけないんですけど、クレジットカード情報をいら入れずにメールアドレス どうですね、あ,のあと名前とか連絡先とかそういった情報だけで、えー、アカウント作れますしさらに、えー、とトライアルのクレジットも300ドルから500ドルに増えるというです、ねえー、こういう特典もありますので,で、えー、と直近ではですね、えー、MySQL の、はい、11月19日にです、ねえー、こういうです、ねえー、AWS の環境からやら、えー オラクルマイス s ールデータベースサービスへ移行するんだったらどんな手順でできますよみたいなですねこういったセミナーなんかを予定していますのでえよければですね登録していただくとこういった特典を受けることができます。で、このオラクルクラウド自体の使い方とかはですね結構あの詳細に手順を画面キャプチャーをまとめたチュートリアルが。 ありますのでこちらを見ていただくと、もうこれに従ってやるだけで,です、ねあの、とりあえずサーバー立てるところとかは簡単にできます。こういうチュートリアルがあって、まあ、非常に充実してますで、えー。とりあえず仮想サーバー立てるところまでであれば、えー、とこの1番のコンソールの,です、ね、あのアクセス方法を理解してで、えーと、ネットワーク、仮想クラウドネットワークというのを理解して、でその後ですねこのインスタンスを作るっていう、ここまでやれば、とりあえずあの仮想サーバー1台立てるところまではもうです、ね、簡単にできます。 で、この、えー、とチュートリアルも、はい、こういう感じですね。画面キャプチャー付きで非常に分かりやすいので、えー、この辺見ていただくと簡単に使えるかなと。で、そして、マイエスケルデータベースサービスのチュートリアル、現時点では掲載されてないんですが、ここにあの追って掲載する予定ですので、えー、詳細な手順ですね。あのまたこちらであの後日確認いただければなと思ってます。はい。で、あとはですね、マイスケル環境を自分で作ることを 抵抗内容って方ですねサーバー用意して、そこにマイスケルインストールするので、抵抗内容って方は、えっと、こちらはですね、あの今年の、えー、OSC 京都、8月に開催されたですね、OSC 京都オンラインで私が発表した資料で、この Always Free の環境を使って、マイスケルの検証環境をただで手に入れようぜみたいなあのセミナーやって資料を公開してますんで、でこの Always Free であの仮想サーバーですね、あの2台常に無料で使えますんで、 きょう、マイスケルの私、発表で来てるんですけど、別にマイスケル用途以外でもあの、なんかちょっとした検証環境欲しいよって方は、<laughs> あのー、2台ですね、えー、仮想サーバーあの、無料でずっと触れますんで、えー、ぜひあの利用していただければなと思います。はい。で、あとですね、あのー、3つ目ですね、このマイスケルにシェイプファイルをインポートするツールを宮内さんが作ってくれましたんで、後ほどですね、えー、この辺興味ある方は、えー、4時20分からの。 一般発表 A6 ですね、ぜひ聞いていただければと思います、はいで。あと少しお知らせです、デイビーテックショーケースというです、ね、イベント、今、開催中なんですけども、オンラインで開催中なんですが、12月10日にです、ね、この GIS 機能の事例セッション という形でですね、一セッション設けてます。こちらで GIS 機能の概要を私からご紹介させていただいた後で、あの去年、フォスフォージであの登壇されてた山レ子さんとか、青い森ウ工房さんとかですね、えー、あと、a p p l e ルプルさんとかにですね、えー、ちょっとデータベースよりで事例発表なんかをしていただく予定にしています、はいで。あとは、えー、RDBMSGIS アドベントカレンダーですね、こちら始まりまして。 えと,とりあえずあの私が初日に今、エントリーしている状態で、えー、参加者、あの絶賛募集中ですので、えー、ぜひ何かですね、あのちょっとネタを書いていただけると非常に嬉しいです。はいはいえー、というところでですね、はい、あの説明本編としては以上になります。 はい盛りだくさんサービスの <laughs> ご紹介もいただいたあとは、詳し <laughs>、はいそうです、ね、技術的な話については引き続き宮内さんの,あのご発表に、えー、譲りたいと思いますけれども質問あの2つほど来ていますのでちょっと時間オーバーしそうですがあの許すかいいということでお願いします。1つ目 1>、はいえっと、クラウドのセットアップはコンソール以外にコマンドラインから操作できたりしますか例えばあの、AWS、だとみたいな、うんはい サビスあるんでですすがとというこコンソール、今です、ね、画面に出しているのがこれ、オラクルクラウドのコンソールなんですけども、うん、CLI もあります。えー、CLI ですね、あのー、自分で、えっと、プライアント環境にオラクルクラウドの、えー、CLI CL をです、ね、インストールしていただくこともできますし、ここにあのクラウドシェルというのがあってです、ねえー、これ、クリックするとです、ね、ここにコンソールが出てきて、 でえー、ここからですね、ここに OCI の,の,、えー、の CLI をセットアップして、ここから実コマンド実行することもできます。ばっちりですね、じゃあ、はいうん。ありがとうございます。あともう一問、あ、そうですね、今後の GIS 機能、ファンクション、はい、GIS ファンクションの拡張は、なんか検討されていることを話しできる範囲で、もしあれば、そうですね、えっと、GIS 機能に関しては、えー、はい、あのー、 スペシャル関数がまだ、あのー、先行しているポスト GIS とかに比べてあの不足しているところもありますので、まあ、そのあたりをより充実していくようなあの方向とかですね、えー、ちょっと明確にこうロードマップみたいな感じでアナウンスしているわけではないんですが、マイエスケールの,あのドキュメントをですねあの検索したりすると、今ってこれ8.0.22ていうのが最新なんですけど、8.0.23でこのスペシャル関数が。 え使えるよみたいな記述がすでにですね出始めてたりとかするので、そういう感じでですね引き続き、よりあの関数の充実とかですね、その辺に取り組んでいるのがすでに見えております、うんあ。ありがとうございます。あとごめんもう一つだけじゃあ、スペシャルファンクションに、はい、GPU の使用オプションはありますかあこれ結構パワフルに使い,たい方 <laughs>、はい そうですね,ね、ちょっと、はいあのー、そういったオプションは現状は、はい、残念ながらないですね。はい ありがとうございますあとは8.0.21以降の GIS 機能のアップデート、何か特徴的なものはありますかこれはさっきの説明をちょっと読んでいただきたいという形ですかねそうですね、ちょっと残念ながら21以降で現状で言うと21と22なんですけど、21、22の範囲ではそんなに目新しいのは正直ないです。で、23でスペシャル関数がいくつか追加されます。まだされる予定というか、まだリリースされてないのに。 まあもう本当に毎年発表いただくことに本当にいろんな機能があるいはあのバグも含めて改善されているという様子も本当に皆さんよくあの見ていらっしゃると思うのではい引き続きぜひあのいろいろ意見交換も含めてあのコントリビューできたらと思っています。あのアドベントカレンダーの方もアナウンサありましたけどもぜひぜひよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあちょっと慌ただしくなってしまいまして恐縮ですがちょうどあの時間になりましたのでこれでえっとスポンサー公演のえっと山崎さんが 発表を終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。